こんにちは、翔太です。それではですね、橋を目指して続きやっていこうかなジャとンプじ思ゃ無い理だまろ。す。持ち上げてくれたら板を運ぶよ。板を運ぶ？どこに板ある？待ってろ。この先を調べる。ああ、なんかあるな。全身ボロボロやのに。マジか。また戦わなあかんっぽいな。あれ。ちょっと待って、ここなんかいける？なんかいけるな。いけるところはいっとかんとな。アイテム大事や。大丈夫かな、一人で行って。おる？おらんの？なんも。窓上にも行ける。あ、でもいいやいいや、めっちゃアイテムある。お、なになに、作戦のメモ。今夜決行だ。イースタインズのチェックポイントを攻め落としてやる。リーガルアパートメントの赤いバツを書き記した部屋に雑貨を隠しておいた。雑貨を隠しておいた。リーガルアパートメント。まあ多分ちゃんと地図とか読み解いていけばあるんやろうな。これ作っとく。まあ一番大事なのは治療キットやからな。まあでもなんかヒットアンダーウェイでいけ、ヒットアンダーウェイっていうか、もうなんか死にながら行こうかな思っとるけど。ここは外出れる？出れる。ほう。あ、さっき行ったところか。で、あ、これがそうか。で、あ、いたいたいた。乗れ、ホテルを取るぞ。乗ってくれ。おかな、乗ってくれへんのか。そう、分かった。で、どこ行くんや。ここ？あ、これか。分からんけど。同じように板を置け。いや、あんだけいろいろできるんやからさ、頑張って乗ろうぜ。そこはこの板を持ってこの上に戻ってくるってこと？さて、あとはジョエルが来るだけだね。ああ、なんや、結局ここ通んのか。気が腐ってる。カフェにはよく行ってた？
ああしょっちゅうな。何を注文するの？ただのコーヒーだ。絶対俺やろ。とりあえずはおらん。問題ない。降りてこい。おしゃれ。泊まったことある？まだこんな風になっちゃう前に。まあちょっとこのホテル脱出ぐらいを目標にしましょうか。まあというかこのホテル脱出したら多分。あそこから登れない？どこどこ？いや高すぎる。道具を探そう。いいね、なんかいろいろ手に入れた。あ、暗証番号？暗証番号が必要ってなってんのか。あーじゃあやっぱなんかトラック取り逃してんな。トラックなんかなかったもんな。トラックの金庫マジか。どっかに手紙があるんや。お、なんやなんや。あ、コーヒー。コーヒーが飲みたい。飲もうぜ。なんか最近見てるシャドウハウスっていうアニメではコーヒーがなんか非常に大事なポジションになってましたけど。コーヒー飲んだらなんかみんな目がおかしくなってすごい状態になった。行けそうやけどな。普通に行けへん？行かしてくれへんのか。マジか。はい。エディ、エディ今どこ？あ、いた。ちょっとここの暗証番号ショックやわ。どうしたの？どうしたらいいんやろうな。ここ登れへん？登らせてくれへん？登りたいんやけど。ちょっとこの技術もっと積極的に使っていこう。逃げる時とか絶対いるもんな。どっかにまた板がある感じかな。お、わからんな。ちょっとヒントくれ、ヒント。だいぶダメージ負ってるしな、ジョエルも。これは？運べへんか。ああ、なんか出てると思ったら、もうようやっと。お、さすが、どこ、どこ？さすがや。あった？そんなん。ほんまや。ここは何もないか。お、なんかある。エアポッツみたいなのが。とりあえずこっち行くか。おお、マジか。びっくりした。回収できへんくなったかと思った。
部品か。やったぜ。まあここ行くしかないわな。上がれ。あ、そっちは行かしてくれんのか。とこっちって道？お、もしかしてスタッフへのメモ。お、来たー。これはちょっと回収しに行こう。こっち来えへんってことは、こっちは、ああ詰まってんのか。あれがあるだけか。ここから降りればいいんか。やっべやばい、もうカメラがやっぱこれで開けれるんや。ナイフが強化された。使用回数増えた。やった。ナイフ3回使えるようになった。あー、じゃあ金庫の中パワーアップがアンロックされるって感じなんか。それやったらちょっとやっぱ悔しいな、1個取り逃してんの。1個か分からんけどあー、ごめんごめん。じゃあ気をつけろ。出るか。アレクソ、かかれ。マジかよ。もう何週間もクリカーは見てない。徹底的に調べろ。手は抜くんじゃねえ。しっかりやれ、いいな。ああ、わかったよ。またかよ。もうバレたら突っ切るか。あれはいらんな。こっちなんかある？1時間後か。ドライフルーツなんかあんの？誰が育ててんねやろうな。どういう世界なんかがやっぱりあんまりいまいち分かってへんな。あ、どこ行った？いや、行ってへんわ。全然どっか行ってへんかった。あ、でも一人どっか行った？行ってへんわ、全然。一人ずつやっていくか。なんちゅうことすんね。結構来るね。自殺してもうた。倒れている敵を掴んで盾にしろ。これ使ってないことになった。あ、そういうことか。もう行くわ。マジか。
頼むよ。おい、そいつを離せ。この戦法取ってみるか一回。こいつがひどいっていうのは何なんやろうな。ここにいる。いやもう突っ切るで。いやもうやられても突っ切る。敵を盾にしても無理やもんな、正直。無理っていうか、あれ？どっからこれ？あ、いない。ストップ。こっちか。この野郎。うわ、行き止まりやん。あ、そっち。あれ、これ来たとこじゃん。ここ来たって、え、そうな、これ来たところよな。あれ、戻ってきちゃった。そうだよ。外やけど外じゃなかった。どこ行きゃいいんや。おお、マジか。階段、これは初めてか。あ、初めて来たっぽいね。よしよし、先には進んでるような気がする。突っ切るか。あれ、いなくなってる。チキショさあ行くぜ。どこにいる。どこ行けばいい。やばい。
お、外や。さっきから外やから上行きゃいいんよな、多分。よし、これで布を回収できる。あれ、敵倒した？もしかして。案外倒せてるな。あ、上行けた。やったぜ。すぐ後ろだ！後ろだよ！先輩。マジ？敵倒しきらなあかんな、これ多分。あ、終わった？終わったっぽいね。早く行きたい、早く行きたい。とにかく行ってみよう。よし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 、超えた超えた。念のため。あ、うまく出られそうだ。あ、こうか。ちょっとやり方忘れてたわ。でちょっと狭いがいける。来い。オーケー。もうエレベーターか。でどうしたらいいの。降りるしかないか。大丈夫？で？何これ、落ちる？もしかして。お？あ、これか。いつものね。登る場所を探せ。いいな、行くぞ。よし、行け。マジかよ。ジョエル！大丈夫だ！お前は！ちょっと！本当にびっくりしたんだよ！忘れてた。この。よせ！そこにいろ！俺がそこに行くから。やってみよう。で、どうしたらいいんやろ。どうしたらいいんやろってか、もう行くしかないんだ。さて、どっちだ。あそこかもな。あっちはまだ行ってなかったな。ああ、何かと思った。道は、ああもうあるね。あ、こっちか。なるほど。とりあえず息を大きく吸いまして、これか。わあ、こん中ででもあいつらが生きてることはないんよね、多分やけど。この辺って登れる？あ、登れるな。
この門を迂回しないとな。この門を迂回する。なるほど。おおい。このドアじゃないか。やった、いっぱいあるぜ。25、でっか。とりあえずあっち行ってみるか。じゃあとりあえずっていうかこっちなんやろうけど、さてなんもないな。あ、なんかあるんちゃう。この感じで何もないのか。マジか。くそ、胞子だ。マジかよ。ってことはおるってこと？とりあえずはおらんか。なになに？ああ、くそ。おう。お、マジか。武器進化やな。あ、これハサミじゃなかったのか。しまった。あ、でもハサミもあった。よかったよかった。ん、なんか今気のせい。あ、こっから上がれそう。何やこれ。ああ、三角。マジか。マジか。うわ、こいつらクリッカーか、こいつらは。倒したな、よし。無駄に使ってしまった。なんかいろんな道があるな。こっちは何や。つながってるな、多分。とりあえず動かすか。じゃあこ
これを動かすと何がある？クリッカーが集まってくるっていうイメージでやってるっぽいね。マジで？ランナーやな、こいつら。ほらほらほら。まだおるな。さあ、全員倒した。全員倒したか、ほんまに。とりあえず周りにはいない。これ以上持ってない。お、ホテルのカードキー。この人のやった、セキュリティカード。どっか入れるってことか。こわ。トイレ。お、相棒。これ上がってきたところか。怖い。あれ、どこ行けばいいんや。わからんくなってしまった。ちょっと待って、地味に面白いな。女子トイレは塞がれてると。あっちか。ボイラールーム、ラウンドリールーム。ああ、ラウンドリールームや。お、サプリメント10個。ここ何？降りやん方がええようになったな。うわぁ、もうとりあえず大丈夫そう。こっちがゴールっぽいな。え？人が入り込んどる。こっちって何？戻るだけよな、多分。やめとこ。これで合流できるかな。頼む。え？あ、あ、ここか。はいはいはい。やった。そういうことね。あ、もうたくさんだ。エリーを探そう。これって最初の町におったら平和に暮らせてたわけじゃないんかな。いつも思うんやけど、どうなんやろ。なんもおらん。そして明るくなった。
久々の宝具台来たで。じゃあ武器手に入れるか、ピストルゲットするか。じゃああれあれ、なんか思ってたのと違う。ちょっと待って、今ピストルを頼みますかみたいな電話あった、気のせいやった。金がいっぱいや。こっちから来ました。こっちは多分進むべき道な気がする。お、いいね、いっぱいあるやん。お、また部品や。布使え、マジか。じゃあしゃあない。おるな。マジで？よくやった。噛まれたか？今日は大丈夫だ。お前は？今日は大丈夫。よし。手分けしてまだこいつらの残りがいないかを調べるんだ。とりあえず逃げたらいいんじゃない？どう？どうやろこの作戦。どこ行っとこ、あそこか。おお、あかんわ。もう一人はどこにおんねや。この隙に行っちゃおう。うわ、めっちゃおるやん。めっちゃおるやないかい。なんだ。やろうぜ。行くぞ、そいつを離せ。これちょっと待てよ、次進むべき道がわからん。強行突破するにしても道がわからん。どこ行けばいいの？出れへんしな。ちょっと待てよ、道がわからんな。この手のゲームをやる素質はないな、とりあえず。
置がわからんぜよ。こっちでは絶対ないもんな。ちょ落ち着けよ。ヒント。ああ、オフにできるって話ね。オンなんやね、今。倒すか、じゃあ。倒しきった方がいいような気するな。一人ずつじゃあ。案外少なかった。よっしゃ、でゆっくりやりますか。あ、ここ登れるな。ってことははしごかなんかどっかいない？ないんかな。でさっき取れへんかったけど、あ、ちゃうわ。どっかになんかあると思うんやけどな。お、部品や。あ、あった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 。同化してたわ。うわ、マジか。やばい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 。水の中はやばい。エリー助けに来てくれんじゃん。うわ、銃。おお、誰や誰や。さすが。私が殺しちゃったんだね。そうだな。ムカムカする。だから下がってろって言ったろ。おかげで助かったんじゃない。俺の頭も吹き飛ぶかと思ったよ、クソガキが。何なのその態度。ありがとうぐらい言えば。お前のおかげで俺は助かった。大変だったろって、それぐらい言ってくれてもいいでしょ。もういい、行くぞ。分かったよ。はい、まあちょっとおそらくですね、そろそろ、あれあれあれ。これでホテルイベントも終わりかなと思うんで、今回はここまでにしようかなと思います。これからもラストオブアースやっていくので、もしよければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。